八手部あきこです。今日はですね、新型ロッキー実際日常使いしてみてどうだったかレビューをしていきたいと思います。それでは早速行ってみよう。はい、ということで今回はですね、新型ロッキーのレビューしていきたいと思うんですけど、何がどう変わったかっていうと、大きくはここです。じゃじゃーん、たたたたたたー、 e スマート。そう、ダイハツの乗用車としては初のハイブリッドモデルが出たということで今回試乗していきます。で、これね、エンジンで動いてないんですよ。エンジンはあくまでも発電用でモーターで動いてるっていうような仕組みになってるんですけれども、それって日産の e パワーと同じような感じなんですよ。で、 e パワーっぽさを想像して乗ると正直全然違うんですね。だからそこら辺もどう違うのかっていうのと、じゃあなんでダイハツはこのテイストのハイブリッド車にしたのかっていうのも詳しくお伝えしていければなというふうに思います。で、それが多分購入するとき一番、そのなんでこうしたかっていうのを分かった方が購入するとき一番参考になるだろうなと思ったので、そこもちょっと伝えていきたいと思います。ではまずは使い勝手から見ていきましょう。じゃん、エンジン、モーター、やっぱ3気筒だからちょっとちっちゃいですよね。で、これね、エンジンかけた時にちょっとみんなハイブリッド車って聞いたらこう静かとか、あとすごい加速発進の時のトルクを感じるとか、多分そういうのを想像する方が多いと思うんですけど、私が乗った感じだとハイブリッド車っていうよりはガソリン車に近い感覚だなっていう、てかほぼガソリン車だなっていうふうに私は思いました。で、なんでかっていうと、ちょっとエンジンつけてみますね。この今の音聞こえました？つけた時のブワーンっていう音で、これアクセルを踏んだ時も結構このしっかりエンジン音がするし、あとエンジン、例えばエンジン止まってる時も、要はエンジンを回して充電しないといけないから、あれぐらいの音がずっと常にしてるんですよ。で、まあ吉野さんも乗って言ってたんですけど、結構振動が伝わるというか、振動ありましたよね、吉野さん。ありましたね、うん、結構振動が伝わってくるので、なんて言うんだろう、静かとかそういうのはあんまりこうないかなっていうふうに思いました。なので、なんかハイブリッドイコール、まあ、ちょっと静かっていうようなイメージを持つと、例えばね、ホンダの e ヘブとか、日産の e パワーみたいな感じを想像して乗ると、ちょっとあれ全然ハイブリッド車っぽくなくないみたいな感じで思う人もいらっしゃるかもしれません。で、さらに気になるのは、まあ、ちょっとね、さ、後で乗るんですけど、静かな時とモーターで動く時もあるんですよ。でも電池がなくなったらまた充電しないといけないからエンジンが回るじゃないですか。だから静かな時とそうでない時の音のムラ差があって、逆にちょっと違和感を覚えるというか、なんかめっちゃエンジンうるさいな、でも今めっちゃ静かだなみたいな感じで、私は少しそのずっとうるさいならまだいいのよ。でもこう静かだったりうるさかったりするから、ちょっとそこに違和感を覚えるっていう人もいるかもしれないです。ただ、まあ加速はすごいいいっていうわけじゃないけど、別にこう過不足なく加速してくれるし、まあもう全然そこら辺はハイブリッドっぽい感じなのかなというふうに思いました。ただ、このね、ロッキーのすごいところっていうのは、これコンパクト SUV、まあ、ヤリスとかありますよね。その中では一番コンパクト SUV ハイブリッド車で見た時に一番車両価格が安いんですよ。そして何といっても一番の魅力はこれ、ちょっと見ようか、実際燃費がいいの。実際私が
借りて、まあ、普通に銭湯行ったりとか、あの街乗りしたりとか、そういうのをして叩き出した燃費がじゃじゃん、こちら 23.6。 まあ平均燃費 23.6 になってますけど、どうだろうな、走り方によってはもう25とか28行った時もあったので、コンパクト SUV としてはかなりいいと思います。でこれ、あの開発の方にインタビューしたら、そのは何を取るかっていうのはたくさんあったんですって。静かさを取るのか、それともトルクを取るのか、走行性能を取るのかっていろいろあったらしいんですけど、そのダイハツのユーザーさん何が一番欲しいかなと思った時に、まずハイブリッド車だけど車両価格が安いっていうことと、あとハイブリッド車にすることで維持費が安くなるっていう方を取るんじゃないかなと思ったんですって。静かさとか走行性能より。だから今回この設定にしたって言ってました。だから静かだから、静かじゃないから音が気になるからダメだとか、その走行性能が言ったらもっと発進の時のトルクが欲しかった、全然あんまり思ったほどないからダメだとか言うんじゃなくて、そもそもこのダイハツロッキーのハイブリッド車のコンセプトはもうとにかく維持費が安いっていうことと車両価格が安いっていうことなので、それはもう十分クリアしてるんじゃないかなというふうに思います。コンパクト SUV では一番燃費も良くて、コンパクト SUV では一番車両価格もハイブリッド車の中では安くなってます。はい、それでは早速こう前席のちょっと収納見ていきたいと思います。使い勝手と、シート、まずこれ見てください。シートのデザインすごい面白いですよね。この側面が革で、でちょっとここなんか Y のマークがついてるので、なんかちょっと独特というか個性的な感じのシートの柄になってます。で座った感じはやっぱこう横に支えがあるので、だとね、今ちょっと服着てるんだけど、このね、革？合皮？がさ、夏とかはさ、ノースリーブとか着てさ、肌出してるとさ、肌なじみが良くて、私これ好きなんですよ、側面が合皮っていうの。だからこれはちょっと私グッドだなというふうに思いました。でシートは別にその硬くなく柔らかくなく、ちょっと弾力がある感じで、長時間乗っても別にお尻が痛くなるとか疲れるとかはありませんでした。そしてこれスペースね、これね一番椅子を今下げてます。一番椅子を下げた状態で 1,2,3,4、 まあ5個ぐらいで、まあ私のドライビングポジションは結構158cm なんで、結構上げると思うんですけど、これぐらいかな。私のドライビングポジションでも 1,2,3 拳3つ分ぐらい余裕があります。で、シートは前後にスライドするし、まあ高さも調節できるし、リクライニングもします。でこれね、助手席も同様前後リクライニングするようになっています。でちょっと細かい収納見ていきましょう。ここじゃじゃーん、なんとね、ロッキーのねドリンクホルダー事情がめちゃくちゃ面白いんだけど、このね扉のとこに2本も置けるの。1本2本、ペットボトルの飲み物が。でまあここにもなんか小物入れれるんだけど、とりあえずここ2本入れれるっていうのがびっくりなのと、ここ寄ってみ、写してもらっていいですか、もっと。OK、 2本入れれるっていうのと、ここね、ここにもドリンクホルダーこう置くことができます。なんですが、こちらがですな、なんと置けないんです。四角い紙パックがへこむ、もうダメだ。だからロッキーに乗った時はこの四角いオレンジジュース紙パックは飲めないってことなんですよ。飲むとしたら一気に飲み干さなくちゃいけないと。そしてこちら貸してもらっていいですか。ここのドリンクホルダーにも置けないんです。四角い紙パックの飲み物が、もうこれ結構ガーンですよね、ショック。なので今日オレンジジュースちゃんはここにずっと座っております。で
まあそこは残念だったんですけど、他にはここね USB ソケットがあったりとか、 120W を充電できるようなこのね、ここあったりとかします。ほんでまあここにちょっとね携帯とか置けるようになってるんだけど、これね何が使いにくいかっていうと、ここレバーがあるんですよ。シフトレバーがあるので取り出しにくいっていうのと、入れたはいいものの、もう小物をここ当たって取り出しにくい。要はこのシフトレバーとこの小物入れの幅が全然ないんですよ。ここにスペースが、このスペースが全然ないので、もう取り出すときは何かしら当たるという、こうやって。でこれ何が一番嫌かっていうと、運転してるときに助手席の人が何か取ろうとして、シフトチェンジしようとしたときにこう手が当たる、助手席の人が何か荷物を取ろうとして、それが一番嫌だなっていうふうに思いました。まあただね、別に気にならない人もいると思うので、私の意見をちょっと何か、まあこんな意見もあるんだなみたいな感じで参考にしてくださると嬉しいです。そしてここにも収納があります。ここね、何かをスッとこう入れれるような、ここの収納は あんまり見えなくて、ちょっと分かりやすいかな、あんまりこう見えづらくて、なんかこう見られたらちょっと嫌なもの、領収書とかはここの部分にこうサイドにスッと入れといてもいいなっていうふうに思いました。あと他にはもう別にその特にいわゆるどの車にもついてるあるあるの収納がたくさん取り揃えられているのかなという感じでした。ちょっと助手席アンダーシートトレーっつうのがあるのよ。あと1個、助手席アンダーシートトレー、助手席の下にこれ、こっちが、これどうやって出すか、あちょっと待って、助手席アンダーシートトレーっつうのがある。あ、いけた、ほらじゃーん、ここにマックス2キロまで車載できるように置けるようになってるんですけど、どうかな。あ、このカタログがちょうどぴったり入るかなぐらいのサイズです。そしてここ見てもらっていいですか、薄いのでこうなんか厚さがあるものとか靴とかは結構置くのとかはきついかなっていう感じがします。そしてまあまあ引き出すのに力がいる、よいしょっていう感じはするかなと思いますが、一応紹介させていただきました。以上が前席の収納になります。はい、では続きまして後席見ていきたいと思います。後席なんですけど、まずシート、これすっごい乗り心地がいいでございます。結構分厚いし、やっぱりこのサイドがね、まあこれは完全に個人的な意見なんですけど、サイドこの合皮なので、こうなんていうの、肌に触れるじゃないですか、走ってどうしても降りるとき乗るときとか、この部分がすごい肌なじみが良くて、このシートもう大好きです。でこの頭のスペース、158センチの私が座って、2.2 ぐらいかな、2.2 ぐらいかな、2.2 ぐらいのスペースがあります。なのでまあぶっちゃけ身長がある人が乗るとまあ窮屈だなっていう風に感じるかもしれません。大きい体格のいい男性とかはね、そういう方がいらっしゃるかもしれません。で足元のスペースちょっと見ていただきたいんですけど、これシートちょうど真ん中ぐらいにしてます。真ん中ぐらいにして、まあざっとこんな感じで、私軽自動車、軽ハイトワゴンとか結構レビューね全部してきたと思うんですけど、その軽自動車よりも少し後席この足元のスペースは狭いかなっていう感じがしました。なのでまあちょっと気になるっていう方もいらっしゃるかなというふうには思います。で後席の収納見ていきたいと思います。続きましてこちら、じゃじゃーん、
ペットボトル、まあ、飲み物が置けるようになっております。で運転席の後ろ側のドアにも置けるようになってます。でそれだと後席のね、あの収納がそんなになくて、それとね、あとこれぐらいじゃん、ポケットなんですけど、シートについたポケットなんですけど、これね、あの見てもらったら分かるんですけど、幅が浅、全然ないんですね、この長さが。ホンダとかはさ、ここまであるじゃん、分かる？他社メーカー出すとね、ここまである車種とかもあるじゃん。でなんでここあった方がいいかっていうと、これなんですよ。今入れてもらったら分かるんですけど、実際にこう入れるとこのね、ポケットに奥行きがないとペローンって出ちゃうんですよ。でこれ今ねパンフレットで硬いからいいんだけど、何が起こるかっていうと、こういう A4 の紙入れた時こうなるんですよ、わかります？だからもうちょっとこう幅があるとスッと綺麗に入るのになっていうのはちょっと思いました。もうちょっとなんですよね、たかがこの幅なんですけど、もう私はちょっと気になったので今回レビューしてみました。であとはねこちらですよね、じゃじゃーん、貸してください、じゃじゃじゃーん。これね、後席にも USB ソケットがついているので、携帯を後ろの人も充電することができます。後席の収納は以上になります。はい、それでは荷室どれぐらい積載できるのか見ていきたいと思います。まあこんな感じよね。ちょっと実際乗ってみますね。今日はストッキングにしてみた。よし、行くよ。こんな感じ。あ、でも全然座、見て、158センチの私が座って、見てここ足元、こんなに余裕があります。拳1個分ぐらいかな、余裕があるので。寝転ぶとどうだろう。あ、寝転べるな、寝れる寝れる、ほらこんな感じ、寝転ぶことができます。でこれ何が一番いいかっていうとね、ここに見てください、充電できるとこがついてるんですよ。コンセント1500ワットだって。この荷室についてるのはさ、ポイント高いよね。これここに、私この荷室にこのコンセントがあるのってすごい使い勝手がいいので、キャンプしても車中泊しても、なのでここはグッドなポイントでした。そして後席倒していきますね。後席を倒すとこんな感じ、じゃーん。でこんな感じになるんだけど、まあやっぱ正直な感想を言うと、軽自動車とそんなに変わらないかもしれないです。この後席を倒した時のスペースは、これ見てください。ほんでここね、デコボコではないんだけど、まあ、シートが厚い分、後席のシートが厚い分フラットにならないので、少しこのボコボコするので、車中泊とかはちょっと厳しいかなっていうふうに思います。であと寝転ぶとこんな感じなんですね。158センチの私が寝転んで、まあちょっと足が出るかなぐらい、ここ映してもらっていいですか。158センチの私が寝転んで少し足が出るかなっていう感じなので、本当車中泊とかは正直少しきついかなっていう感じがします。本当ね、倒してみてびっくりしたんだけど、あんまりこう軽自動車とこの後席倒した時のスペースは変わらないなっていう印象を受けました。で今回そのロッキー試乗してみて、すごくスーパーに行くとか、なんかこう通院するとか銭湯に行くとか、めちゃくちゃ使いやすかったです。っていうのも見切りがすごいいいんですよ。
あの視界が高いからその駐車場止める時とかも車両感覚つかみやすくて止めやすいし、小回りも効くし、であとまあ地上高があるからね、ちょっとしたこの雪道とかデコボコ道はあの越えていくことができるので、まあそういった意味でもいいんじゃないかなというふうに思います。で、運転した感覚としてはもうハイブリッド車っていうよりはもう本当ガソリン車だと思う。感覚は言われないと気づかないぐらいって思わませんでした、吉野さんも。分からなかった。分からなかったでしょ。結構エンジンの音もするし、まあ動いてるのはモーター駆動なんだけど、全然ガソリン車っぽい感じ。この今ね、あのペダルも離すと勝手にこう速度制限してくれるみたいな、だからワンペダルでこうブレーキ踏まなくてもアクセルからペダルを離すとこうブレーキがかかるっていうようなスマートペダルなんだけど、それもグンってかかるんじゃなくて、 e パワーとかはさ結構回生のさ回生をさ多く取るためにさギュッて効くんだけど、このダイハツのロッキーはねすごいあの全然こう本当に普通にブレーキかけてるぐらいギューってかかるから全然こう使いやすいし、本当ガソリン車って感じだなというふうに感じました。で、まあ、サイズ的にはそんなに後席が広いなっていうふうには感じなかったので、まあ、2人で乗ってどこかキャンプ行ったりとか遊び倒す車なのかなっていうふうに思いました。後席も5人乗りでね、乗れるっちゃ乗れるんだけど、結構狭いかなっていうのが本音でした。後席のスペース的にはね。以上、走行シーンでございました。ということで、今回は新型ロッキーのレビューをしていきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、どういう感じでこのハイブリッド車作られたのかとか、あとまあちょっとね使い勝手積載とかも見ていったので、そこら辺も参考にしてくださると嬉しいです。ということで、このチャンネルがいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。オッケー。ああ、食べた。今回はさ、いつも後ろの後席で食べてたんだけど、後席がちょっとスペースが狭かったから、今回はちょっと前席で食べました。で、あんまりさこう場所を取らない生ハムとこれ牛カットステーキ&ポテトガーリックソースにしました。で、ガーリックといえばさ、ちょっと話したいことがあって、実はさ私ニンニクを家の周りに60個ぐらい植えてるんですよ。でね、枯れたの全部。これが最近12月になって、で、えっと思って、水も毎日やってたし肥料もすっごいやってたし、で、え、なんでってめっちゃ焦ってよくよく調べたら、枯れていいんですって。枯れて一回冬眠するんですって、あの球根が。で、冬眠してまた春ぐらいに芽を出して、どんどん球根が大きくなって食べれるようになるっていう、まあ焦ったよっていう感じ。ところでこれ吉野さん何買ってきたの？アップルパイ。アップルパイ？あ、これあれ？ツイッターに載せてたやつ？そうそう。噂の。そうそう。これね、皆さん鎌倉に売ってあるんだよね。うん、吉野さん家が鎌倉って、もう今もう動画でバラしていくスタイル。鎌倉なんだけど、鎌倉に世界一美味しいアップルパイだっけ？みたいな感じで売られてるらしいのよ。で、本当に世界一美味しいかっていうのを私が食べてやろうと思って食べるね。あ、でも匂いはすごいバターのいい匂いがする。いただきます。いや、美味しいよ。美味しいけど、まあだからあれだよね、どこを世界とするかだよね。どこを世界として一番美味しいっていうかだよね。
カスタードが入ってる。まあ、だから美味しいよ。美味しいけど、世界の広さをまだ知らないかもしれないね、この店の人は。この世界って広いよって、世界一美味しいってそういうことだよってなるよね。ところでこれなんで買ってきてくれたんですか。いや、今ボーナスが出てた。ボーナスが出た。よし、でかした。ちょっとでかしたでかした。ちょっと後で話がある。もう行こう行こう。でかしたでかした。ボーナス出たって。はい、これごくっとうまい私。アップルパイ買ってくれたからそのお礼ね。はい。